三井住友フィナンシャルグループは、太田純社長が25日に膵臓がんのため死去したと発表しました。65歳でした。太田社長は1958年京都府生まれで、1982年に住友銀行に入行しました。2009年には合併後の三井住友銀行で執行役員に就任し、2019年からは三井住友フィナンシャルグループの社長を務めていました。現在は経団連の副会長も務めています。通夜と告別式は近親者のみで行い、後日お別れの会が執り行われる予定です。当面の間は中島徹副社長が代行を務めるということです。